はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でもファイナルやっていきたいと思います。まあ多分35分ぐらいで終わると思うんですけどね。まあそんなにね負担のかかるダイヤではないんで大丈夫でしょう。いいよね、まあ、天王寺周よりはいいよね。京橋で終わりだから、あの鐘を鳴らすのはあなたじゃないですね。喋るからね。まあ、これも怪人ヘンリーさん教えてくれなかったら全然わかんないけどね。天王寺の発車メロディーがあの鐘を鳴らすのはあなたって教えてくれなかったら全然わかんなかったんですけどね。安いかと思った。でも1040ポイント取れましたね。もう喧嘩ってんのかってね、初めての電車で押せたってね、散々やってますよね。なんかね、ウィーバーはソフトとなんかコントローラーがついてて、なんか初めての電車で押せたっていうのがあるんですよ。もちろん別々で売ってるのもあるんですよ。コントローラー別、ゲームセットも、ゲームカセット1個でね、別々で売ってるのもあるんですけど。なんかでも、プレステ版でもありましたよね。専用コントローラーと電車で GO2 のソフトがついて、なんかプレミアセットみたいな感じで売ってましたよ。5時目、10、18時、そんなしな新コナミア、A8。1万円ちょっとで買えたのかな。昔は安かったんです。そうして考えると今だったら1万5000円ぐらいですね。
いいですね。いい感じで止まってます。はい、次。足原橋。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。出発進行。今宮停発。足原さんって言いますよね。そういえば。場内足原橋。足原橋。停車。停止。停止。到着。ここに駅の放送なし。次大将。ドアが閉まります。ドアが閉まります。はい、2階に行きます。放送席、放送席。プロ野球のインタビューなので、放送席、放送席で2階言うんですよね。ご指名。出発進行、足原橋、停発。大正、1269名。次は大正、大正です。1269メートル、隠し検定。近鉄っていう球団がなくなっちゃったんですけどね。いいチームでしたけどね。でも優勝した時のメンバーとそんなにメンバーのあれはなく、入れ替わりはなかったような気がします。大幅にチームのメンバーが変わったっていうのはないんじゃないですかね。主力はほとんど変わってないんじゃないですか。中村のりひろさんいた。あ、でも武井さんいないのね。磯部さん、磯部義雄がいましたしね。的山行ったし、北側、まあ北側は北側見る。ドアが閉まります。ドアが閉まります。タビルーズジャイアンツに移籍しちゃったからね、FA で。だから優勝メンバーとその方、まあ2年後だもんね。まあ2001年に優勝して、2004年後に大正近鉄がなくなったから、まあ、たった3年なんですけどね。まあ、戦力外通告とかでいなくなる選手はいますけど、岩隈とかもいましたもんね。で、カノクラもいましたね。前川とか、小池秀郎っていうピッチャーもいました。
ってってああいう目玉の選手取れなくて取りづらくなる。柱としていけばね、近鉄も決して電天町停車勝てないチームじゃなかった。ずっと最下位だったんですよね。最下位っていうか、まあ強い時もあったんですけど、 B クラスの方が多い。だって優勝した前の年って、ね、6位でしたからね。あの時梨田監督か。佐々木恭介監督がその前やってて、梨田監督になったんで、2人とも現役時代はキャッチャーですもんね。そうしてみるとキャッチャー贅沢だ。出発進行弁天町停車。その当時のね、近鉄のキャッチャーって梨田さんいて、佐々木恭介さんいて、近鉄って何いいんですよ、キャッチャーいいんですよね。どうしてバッティング求められちゃうからね。今バッティングいいキャッチャーってすごい重宝されるんですけど、古久保さんとかね、松山さんもいいキャッチャーでしたよね。あ、藤井っていうキャッチャーもいたね。阪神からね、近鉄に来て男前キャッチャーとか言ってましたね。どっかで楽しんでコーチやってるから次に宿女制限解除第1点進行遅れてるね、結構遅れてる。あ、ピッチャーが良くなかったもんね、優勝した年で。あ、チームの防御率5点台とかそういうの。打線のチームでしたね。いいかな、手前打線でした。投手が結構10勝したのかな、結構いいとこまで行って、田畑さんもねいましたし、西九条金星取れなかった、ね、定着。やっぱ難しいね、金星は。田畑さんがね最多勝取ったんですよ。田畑投手を16勝したの確かその年。まあ、今は二軍育成選手になったりね、ちょっとメンタル的なところでちょっと野球プレーできないっていうんでね、まあ育成選手になってまた支配下になってって繰り返してね、まあ、なかなか、まあ、プロ野球選手のプレッシャーっていうのって相当なもんですけどね。
まあ、トガメっていう人ピッチャーもですね、先発やったり中継ぎやったり次いろんなポジションやってますけどね、先発でもいけるし中継ぎでもいけるし、ね、いいピッチャーになるんですよ。どうしてもね打線が集まって注目集まってね、ピッチャーはあんまり日の目を浴びないっていうか、もう先発してね、先発も揃ってるんですよね。今井っていうピッチャーもいますしね、松本渡るっていうピッチャーもいますし、高橋光成っていうピッチャーもいます。だからこれからピッチャーはね、まあチーム優勝してもチーム防御率5点台っていうことはもうないんじゃないですか。野田停車、うわ帯を装着してる。5秒装着、先発は揃ってんだよね。なんだかんだで先発揃ってんじゃん。パリーグで今先発の数って考えたら一番揃っ、パリーグで一番揃ってんじゃん。パリーグどころか準備球団で一番揃ってるような気がしますけど。5時目点出発進行、野田平発で平っていうピッチャーで抑えピッチャーいますしね。岡本洋介っていうピッチャーいましたけど、阪神トレードしましたけどね、阪神に行っちゃったから、あのピッチャートレード出しちゃうんだっていうくらいちょっともったいない気もしますけど、先発もいけるし中継ぎもいけるし、まあ決して精度もねピッチャーが安定したらもうで打線も、まあ今年はね山川さんとか、まあ、メヒアさんもね途中でいなくなっちゃいましたし、まあ山川さんがね、山川選手が中心に、まあ、ホームラン数減っちゃいましたもんね結構ね。まあやっぱり山川さんも10分ってね、まあでも岡谷君も全然もう調子いいですよね。で栗山選手もしベテランもいますし、バランスいいんですよね。ファンなんですけどね、ロッテが好きなんですけどね、まあ、今年今西武4位5位かな、なんでそんな位置にいるんだろうっていうぐらいな感じですけど、ピッチャーいるしね、あらら福島停車、全然定着グダグダだね。セーブはねピッチャーなんでね、ピッチャーでもコマ揃ってるしね、もうピッチャーとバッターのバランスさえあればってとこじゃないですか。もう そしたら無敵じゃない。ドアが閉まります、ご注意ください。まあソフトバンクもいいチームではあるんですけどね、でも外国人抜いた場合に出発進行福島、ちょっと層がどうなのかなってところ、西武とかってまあ外国人助っ人外国人抜いたら抜いてもね、まあ絶対生え抜きが多いですからね、いいんですけど、ソフトバンクとか段階で抜いてる3人が置いてるデスパイね、グラシアルか、あの3人抜けるとちょっとどうなるかな、まあ、確かに、ね、柳田選手いますけどね、森投手もいますよね、スピード外国人抜けた時ですよね、はい、そうなるとちょっと、まあ、栗原選手もいますけど、選手だけでもいい選手たくさんいるんですけど、チーム各チームだと
外国人抜いた日本人だけのメンバーとなるとちょっとインパクトに欠けるようになっちゃうんですよね、ソフトバンクでも。まあ、ロッテも助っ人に頼ってる部分が多いですからね。大阪停車定着、まあ、マーティン・レアードいなかったらってなると、やっぱりロッテもちょっと脆いところがありますよね。長期的な面で見ると今後考えたときちょっとどうかなっていうところありますよね。今1位ですけどね。オリックスは外国人助っ人に頼ってないから、西武オリックスっていうのはなんか良さそうですね。ファンも期待持ってんじゃないですか。メンバー僕重視したりもするんですけどね。日本人選手のメンバーだけでどうかっていう。到着の電車は京橋古橋方面京橋行きです。まあ、日本ハムも外国人、あーでもバーヘイゲンっていうピッチャーがいいですよね。でも、まあ、頼るなとは言いませんけどね、まあ、頼る、外国人選手に頼るなとは言いませんけどね。出発進行大阪停発行ってるチームっていうのはやっぱ強いと思います。オリックスもそんなに、まあ、ヒギンスとかってピッチャーいますけど、そんなに助っ人外国人の力が足りなくてもというところありますか。まあ、アダム・ジョーンズもいますけど、でも代打ですからね。スタメンで打つんだよね。まあ、スタメンで打ってるけど、まあ、代打ですよ。バランスとしては合ってる気がする。安定してると思いますけどね。まあ、楽天も確かに茂木英五郎ですしね、鈴木大地さん、浅村さんですね。まあ、ある程度主力が怪我しても回すカバーできるって思いますね。炭谷さんもいますけど。まあ、キャッチャーも3人くらいいますけど、太田光さんか、爆笑問題の、ね、太田光さんと同姓同名というかで頑張るよって爆笑問題の太田さんからエールを送られたらしいです。今下に
方すかね。いいバッターだと思って。転向しても大丈夫だか、なんかバッティング生かせる気がするんですけどね、楽天の石原選手。あれ、降りるかな、これ。桜宮、停車、3秒遅れて定着。まあ、小深田っていう選手がいるんだよな、楽天。ちょっと盗塁王とか関わってくれるなってくるとね、嫌でしょうね。楽天盗塁王を争える選手少なくなっちゃいましたね。田中和樹っていう選手がいたんですけどね、盗塁を取ったんだけど新人を取ってるんですよね。そして足速い。小島線出発進行、桜宮停発、制限解除。スイッチヒッターだしね、田中和樹さんね、足速いし、守備も速いしね、そうこうしてるって、スタメンで出ないのもったいないけどね。この前インスタンディング見に行った時、途中出場でしたけど、今は一軍に出てるんですね。一軍に上がって試合出てるんですね。もったいない選手ではありませんね。変わりましたけどね、 A クラスになってたのになんか監督が変わったりとか、ところなんかごたごたしてましたけど、はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。